ジェットストリーム。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 遠い地平線が消えて深々とした夜の闇に心を休めるとき、遥か雲海の上を音もなく流れ去る気流は、たゆみない宇宙の営みを告げています。満天の星をいただく果てしない光の海を、豊かに流れゆく風に心を開けば、きらめく星座の物語も聞こえてくる。夜のしじまのなんと饒舌なことでしょう。光と影の境に消えていった遥かな地平線もまぶたに浮かんでまいります。これからのひととき、月曜日から金曜日までの毎晩、あなたにお送りする音楽の定期便、ジェットストリーム。夜間飛行のお供をいたしますパイロットは、私、福山雅治です。ジェットストリーム。日本航空、JAL がお送りします。ジェットストリーム。作家が描く世界への旅。今週は俳優、ユニセフ親善大使の黒柳徹子によるエッセイ集、小さい頃に置いてきたものの中から、窓際のトットちゃんと題された一編を番組用に編集してお届けします。今夜はその第一夜。テレビ司会者として、名エッセイストとして、誰もが知っている黒柳徹子、愛称はトットちゃん。感受性あふれる子供時代を描いた窓際のトットちゃんは、1981年に出版され、大ベストセラーとなった。さらに、トットちゃんの物語は、日本だけではなく、海を越え、お隣の中国でも、読まれていた。
嬉しいことがあった。インターネットに出ていたと教えてもらったことだけど、中国の上海で小学生と中学生に一番好きな本は？といったアンケートをしたら、なんと私の窓際のトットちゃんが断然1位。2位があのハリーポッター、3位が中国の超有名小説コーロームということだった。窓際のトットちゃんの中国語版は日本で出版された1981年の数年後には出ていた。その頃、日本と中国の間に印税の取り決めがなかったので、私の知らない間に何社からも出ていた。それが分かったのは、私が偶然中国にパンダ博士として WWF 世界自然保護基金の要請で訪問した時だった。目的地はパンダのふるさと四川省だったけど、その前に北京に寄った。私が北京のホテルに到着したら、ご面会の人がお待ちですということで、誰かと思ったら知らない中国人の男女だった。そしてびっくりしたことには、手に岩崎千尋さんの絵のついた本を紐でくくって15冊くらい持っていた。そして題名のところに、トットというような字が見えた。
面会に来た人は北京の新聞にあなたが四川省のパンダの食べる笹に花が咲いたが50年に一度の花が咲いて笹が枯れてパンダが飢えているのでその様子を視察に来たと出ていたので参りましたと丁寧に言った。中年の女性の方が偉いらしかった。もちろん私は中国語ができないので通訳にお願いしてそんなことが分かった。でその二人は北京の出版社の方で窓際のトットちゃんを出版していますがあなたがいらっしゃることが分かったので15冊お持ちしましたと言った。黙っているのは気が咎めてみたいなことも言ってくださった。私はその本を手に取ってみた。もう25年前のことなので紙がまだ不足しているみたいで
全体にわらばんし色の紙で、表紙も日本のとは全く違って白地に日本の本の中の千尋さんの挿絵を使ったという簡単なものだった。私は本を開いてみた。中国語はできないけど、自分の書いたものなので見当はついた。漢字だけの本、そしてひらがながない文、短めで本も薄かった。ところどころ色のついていない挿絵が入っていた。でも私は嬉しかった。自分の本が中国語になって中国の人たちに読んでもらえる、想像もしていないことだった。私はその良心的な出版社の二人に心からのお礼を言った。
人々が織りなす時の流れの中で、刹那、輝きを放つ音楽があります。長きにわたり心に届く音楽があります。そしてあなたに驚きと発見を与え、優しく包んでくれる音楽があります。サウンドグラフィティ、my song.
on Sunday through the afternoon. We can always find something for us to do. We don't really like what's on the news, but it's on all the time. I take you with me every time I go away. In a hotel using someone else's name. I remember back at Johnny's place, not the same anymore. Baby, you were the love of my life. Whoa, maybe you don't know what's lost till you find it. It's not what I wanted to leave you behind. Don't know where you land when you fly. But baby, you were the love of my life. It's unfortunate. Ooh. Just as well as all my friends, I won't pretend that I've been doing everything I can to get to know your creases and your ends. Are they the same? Breath in my mouth, whatever the sweetest wine that I taste. Whenever your memory feeds my soul, whatever got broken becomes whole. Whenever I'm filled with doubts that we will be together. Whenever I'm paralyzed with fear, whenever those stars
dark clouds fill the sky. Whenever I lose the reason why, whenever I'm filled with doubts that we will be together. Whenever the sun refuses to shine, whenever the skies are pouring rain, whenever I lost that thought was mine, whenever I close my eyes in pain, whenever I kneel to pray, whenever I need to find a way, calling God your name, whenever the stars. サウンドグラフィティ、本日お送りした曲は番組ウェブサイトに掲載しています。ぜひご覧ください。ジェットストリーム、今週は俳優ユニセフ親善大使の黒柳徹子によるエッセイ集、小さい頃に置いてきたものの中から窓際のトットちゃんと題された一編を番組用に編集してお届けしています。もう一度聞きたいという方は無料アプリラジコのタイムフリー機能でお聞きください。夜間飛行のジェット機の翼に点滅するランプは遠ざかるにつれ次第に
星の瞬きと区別がつかなくなります。お送りしておりますこの音楽が美しくあなたの夢に溶け込んでいきますように。高度1万メートルの風に乗せてお送りする大空の乾燥曲ジェットストリーム。お相手は福山雅治でした。ジェットストリーム、日本航空 JAL がお送りしました。